はい、ガレージライフの高橋直樹です。オイルに関してはですね、乗られている車に合った、ものを選ばなきゃいけないんですけども、まあ、量販店に買いに行ったとしても、いろんなメーカーのいろんなオイルが置いてあって、そこに番号なんかも書いてますよね。この番号って一体何なのっていうことと、あとは最近その数字が毎度変わってきたんですが、それは何でですかっていうご質問をいただいておりますので、今日はその数字の意味と、なんでいろいろ新しい数字が出てきたのかというお話をしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。エンジンオイルの交換っていうのは、行きつけの車屋さんでやってもらう方と、あとは、本当にこだわってる方は自分で全部やるよという方もいらっしゃいます。で、その際にちょっといいオイルを入れたいので買っていこうと思ったんだけど、そのオイルの缶に書いている数字がいっぱいあって何を買っていいかわからない。で、長年そうやって見てる方は、その数字がだんだん最近こう変わってきたなと、いうことで、それなんでですかっていうお話が、ございましたので、その番号がですね、こう移り変わってきた過程ですね、それをお伝えしようと思います。これには理由がしっかりあります。この数字なんですけれども、なんとか W- いくらっていう数字があります。例えば 5W30 とか、0W20 とか。まずこの数字で何がわかるのかというと、オイルの粘度です。どれくらいドロドロしているか、もしくはサラサラしているかっていうことになります。まあ、簡単に言うとですよ。ということで、このハイフンの後ですね、 W の方じゃなくて、そのハイフンの後の数字です。で、これが大きければ結構ドロドロしてます。で、これが小さければサラサラしているということにはなりますが、で、そこからいくと、今新車に入っているエンジンオイルで一番低粘度なものっていうのは、まあサラサラしてるってことですね。サラサラしてるのは 0W8 というものが入っております。まあ、例を出しますと、例えばトヨタのヤリスとか、アクア、あとはシエンタですね。で、これらの、まあ、ハイブリッドに搭載されている M15A というエンジン型式なんですけども、あとダイハツでいきますと、ターボなしの KF エンジンというものにこれが入っています。8っていう数字が、サラサラですよっていうことだったんですけれども、じゃあ一昔前はどれくらいだったのかなということなんです。で、1990年代の頃ですね、その頃って結構スポーツカーが流行った時代なんですよ。まあ、どのメーカーもスポーツカーを出してるっていう楽しい時代でしたね。燃費なんて関係なくスポーツカーが欲しい欲しいという時代で、僕も、まあ、その波に乗っかってスープラというものを購入した経緯がありますけれども、で、そのスポーツカーが流行った時代っていうのは、その車のエンジン自体を改造するっていうことも普通に行われてた時代なんですね。ボルトンターボとかね、従来の NA のものにターボを乗せ替えるとか、そういったチューニングをしていたわけなんですけども、そのチューニングをして、そのエンジンのパワーを上げるとすると、そのオイルっていうのも、粘度ですね、高粘度のもの、例えば 7.5W30 っていうのも使われてた時代なんですけども、これを50に上げるとか、まあ、一例を出しますと、そんな感じで、まあ、高粘度のものに変えるといったことが、まあ、普通に行われてたんですよ。そういったことで、そのハイパワー車のものでそういった粘度のものがあったということなんですけれども、まあ、普通のところでいきますと、やっぱり10W30 っていうものが しばらくスタンダードなものとしてあったわけです。で、その次にですね、ちょっと時代が変わってきて、また車も燃費を意識したものが出始めてきた頃ですね。例えばトヨタですと、ピッツとか、流行りましたね、ピッツね。まあ、今はヤリスっていう名前になりましたけど、そしてあとホンダでいきますとフィットとか、そういうものが出てきました。するとオイルもですね、この 10W30 から 5W30 っていうものに変わってきたんです。ここで 10W30、この30っていうところ変わらないんですよね。で、この変わったのが 10W から 5W になりました。じゃあこの 5W って何なのかなっていう話になると、これは低温性能です。
つまりですね、その寒い時、冷えてる時っていう時の性能に関係してきます。例えば 5W30 って言った場合の 5W なんですけど、 5W の場合はマイナス30度までの指導性を確保しますよということなんですね。だから寒い時にはこの低温性能っていうのが影響してくるんですよ。でこの 5W30 に関しては今もターボモデルですとか、あとガソリンエンジンの貨物系なんかにもこの 5W30 が普通にスタンダードで使われているということになってます。はい。そしてさらに時代が進みましてね、今度はプリウスが登場してきますと、今度 5W20 というまたさらに低い粘度になってきましたね。でそしてさらにそれが 0W20 になってきて、今最近まではこの 0W20 がしばらく長い間、スタンダードなものとして使われてきております。なので大きいドラム缶で保管している事業所なんかは割と 0W20 と 5W30 がドンと置いているところっていうのは、まだ多いです。そしてそこからですね、最近になります。これは 0W16っていうのが、ここ近年普通にスタンダードになってきておりますけれども、でそっからですよ、 0W20 そして 0W16、 20から16まではまだなんとなくちょっと下がったかなっていうくらいだったんですが、で 0W8 です。16から8、もう半分になっちゃいましたね。じゃあだんだんそのサラサラになってきてる理由は何なのっていう話なんです。すいません、ちなみに 0W っていうのがですね、マイナス35度までエンジンの指導性を確保しますよという数字になります。さっきの 5W はマイナス30度でしたけども、 0W になりますとマイナス35度です。で今現行が 0W8 が出てきたというお話なんですけれども、どんどん低粘度化されてきてる理由としては、低燃費を実現するためなんですね。いくらかでもそのエンジン単体で燃費を良くしようとするということになると、フリクションロスの低減っていうものが必要になっています。ちょっと難しい言葉出ましたね。フリクションロス、エンジンはね、その金属と金属が組み合わさった部品で構成されてますよね。金属の輪っかの中で金属の棒が回っていると、ね、考えていただければ分かるかと思います。その隙間っていうのは本当に 1mm もない空間です。でそこに金属と金属が擦れ合うと壊れるっていうのは、イメージつくと思います。でそこを守るために潤滑油としてエンジンオイルがあるわけなんです。このエンジンオイルがあるから金属と金属が擦れ合うのを防いでいるということなんですけども、そのいくらエンジンオイルが入っているといえ、金属と金属がやっぱりどうしても擦れ合うっていう現象は長く乗ってると起きてくるものなんですね。ということでこのフリクションロスっていうのは、つまりその摩擦抵抗によって運動が失われているそのパワーとか性能のことを言います。エンジンがどんどん進化していくにつれ、粘度が高くなるとやっぱりドロドロなんで回転に抵抗が生じるんですよね。こういった桶の中にドロドロしたものでこう手でこう触ってみるのと、その水でこう手でやるのでは全然手にかかる抵抗が違ってくるじゃないですか。そういったイメージでですね、サラサラになるほどこの抵抗が低くなってきます。エンジンオイルの粘度が高ければドロッとしてるほど油膜は作れるんですけど、ただエンジンの性能が進化してるんでサラサラのものを入れれるわけです。だから逆に言いますと、昔のエンジン、例えば 5W30 ですよ、 10W30 ですよっていう指定のエンジンのものにこの 0W8 っていうのを入れてしまうと壊れますから、だからそのエンジンに合ったエンジンオイルを入れる、逆はまだいいです。例えば 0W8 ですけど 0W20 を入れるとか 5W30 を入れるとかはこれは大丈夫なんですけど、その逆をやってしまうと昔のエンジンに追いついていかないんで、それはやめてください、壊れますということでですね、だんだんサラサラのエンジンオイルが出てきたんですけども、これはどうなんですかね。次さらに低粘度になってくるんですかね。 0W5 以下とかになってくるんですかね。そうなると相当シビアなエンジンの内部構造になってきますよね。粘度が低ければ低いほどいいっていうかっていうと、それもちょっとね、エンジンを保護するといった意味ではですね、あまり低粘度化っていうのもどうかなとちょっと思うんですけど、ただメーカーがそれ用に作ったエンジンでこれを入れてくださいっていうことなので、作動が保証されてることなんでね、
うん、いいとは思いますけど、今後ですね、またちょっと楽しみにしてみたいなと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にカレッジライフを楽しみましょう。それでは。